ただきます。いやちょっともうさすがにいろんな種類があって迷うんですけど、やっぱり一番目につくこのオムライスからちょっと行ってみようかなと思いますね。はい、いやもうこれ卵トロトロなんですよ。またなんかご飯もこれただのケチャップライスじゃないとか、なんかすごくまろやかになって、これがすごく卵と合うんですよね。ご飯の中にチーズが入ってます。これ多分一緒に炒められてるんですかね。だから多分あのさっきちょっとお話ししたそのケチャップの酸味とかがすごくまろやかになってて、多分それがチーズなんじゃないかなと僕思うんですけど。粉チーズですね。1キロ4000円の枝豆チーズを炒めるときに使ってます。1キロ4000円、高級チーズなんじゃないですか。これだいぶオムライスも減ってきたんで、ちょっとオムカレーでちょっと食べてみようかなと思って。絶対美味しいと思うんですよね。あ、美味しいな。やっぱオムライスまろやかなんで、結構スパイスがルー効いてて、これがめちゃめちゃオムライスと合いますね。うん。でこの本当このカレー、この塩分強いわけじゃないですけど、やっぱ香りが強いんで、ちょっと大食いするってなると結構刺激が強くて、これ難敵かもしれないですね、意外に。そうなんですよね。本当にうまいんで、これ並盛りで食べたかったですね。いやもう本当に全体的に
結構ヘビーな具材多いんですけど、やっぱ美味しいんでどんどん食べちゃいますね。進みます。もう食がかなり進みます。やっぱ大きいんですけど全然飽きが来ないんで、いやこれは多分食べ始めて思ったのは余裕で食べきれるなって思いましたね。ちょっとせっかくなんでこのチーズインハンバーグなんですかね。でやっぱ箸で持ってないんですよこれ両手使わないと。ちょっとこれかじりついちゃっていいですか。いただきます。うーんうんまっ、チーズ見えますもんね、ゴロッとね。すごい。お肉もジューシーですけどチーズと相まってさらにジューシーです。玉ねぎは少なめにして肉を多くしてます。うまいゴーダチーズと伸びるチーズの2種類です。はい、そうですね、これで、はい、最後です。いやもう全然これペロッといけそうなんですけど、ただやっぱり全体的にも見ると結構重い具材なので、これが後半どう響いてくるかなっていうのはありますよね。まあ、僕はこうせっかくいろんなご飯だったりとかおかずを一皿に持ってもらってるので、まあワンプレートみたいな感覚で結構バランスよくいろいろご飯とかおかずでつまみながら食べていこうかなと思ってますね。いやまあ残りの量を見ても
まあ、結構妥当なのかな、最後までまあ急がず楽しんでなんか食べれる気がしてきましたけどね。やっぱりあの食べてると、まあ、カレーとかもそうなんですけど、スパイスとか香りが強いものがあるんで、逆にそのバターのまろやかさですごくこの相性がいいんですよ。おでむしろそのおかずと一緒に食べると食が進むというか、あら、うん、だから本当にこれ相性いい一皿なんで全然余裕だと思います。あちょっと僕そろそろあのオムライスとかもなくなってきたんで、そこのバターライスおつまみにこれお肉いっちゃってもいいですかね。うま味噌です。白味噌と赤味噌のベースで20種類の香辛料入ってます。これうま。本当にあの生姜焼きとかのもういいとこ取りというか、うん、なんかそういうおかずっぽさもあるんですけど、うん、ちゃんと味噌感もしっかりあるんで、また別物なんだけど、まあ、そういったご飯に進む系、もうご飯が進んじゃう系のおかずですね。いやこれ絶対合うと思いますよ。まあうまいっすね、いいですね、うまいっすね、うん、うん、だいぶでございましたね。いや本当に冗談抜きで多分 2,3 程度だと思いますね、それだけ美味しいんで、はあ、もう全然その満腹感とかまだ全然来ないですね。ハムカツ？ハムカツが隠れてました。すごいのがいる。これハムカツの厚みですか？いや、すごい。いただきます、これも。あ、ハム肉。もうハムじゃないですね。もう
ベーコンの良さとお肉の良さっていうか、もうハムを逸脱してるっていうか、もう僕食べたことないです、こんなハムカツ。おいしい。でまたこれ油すごいんですよね、しっかりジューシーで、熱いんですけど全然硬いとかパサイついてるとか全くないんで、これめちゃめちゃ美味しいですね。4つ入ってます。120×4 ってことですね。はい、はい、まあやっと4来たかなぐらいなんで、やっと4、はい、一品一品すごく手込まれてて、うん、このハムカツも見てもらうと分かるんですけど、衣つけただけじゃなくてしっかり下味とかもこれこうスパイスがついたりとかしてて、本当に一品一品大きいだけじゃなくて手込んでるんで、本当に美味しいんですよこれが。今あえてこう全部食べきらずにちょっとご飯に混ぜさせていただいて、なんかどんな感覚で食べてますね。まだちょっとこのハムカツと一緒にちょこっとだけキャベツの千切りが入ってるんですよ、はい、でこれがお肉と合わせると本当に丼物みたいになってめちゃめちゃ合いますね。そんなこんなでハムカツ最後いただいちゃっていいですか。いっちゃってください。すいません、いただきます。
やります。ごちそうさまでした。